ば木下マイスター東京が勝ち点4を獲得した今日のゲームハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。木下マイスター東京は水谷隼と大卒ルーキー田添健太のペアでした。そして琉球アスティーダはチェンチェンアン、そしてチュアンチーワンという元世界チャンピオンコンビでした。このゲームいかがですか？そうですね、レシーブで相手の攻撃を封じて、はい、パートナーが攻撃をして得点する、これが随所で見られました。そうですね、ゲームカウント2対0で木下マイスター東京のペアが勝利。そして第2マッチは日本のエース木下マイスター東京張本智和と琉球アスティーダ、まあ、実業団の強豪有延タイムのゲームでした。はい、観客のお客あの方だったもんですね、これが張本の高速バックハンドとかっていうのをもうたくさん見れて楽しい試合だったと思いますよ、はい、そうですね、はい、有延も懸命にプレーしたいんですがゲームカウントは3対0、はい、強かったです。張本が勝利しました。そして第3マッチは水谷隼、木下マイスター東京、そして琉球アスリーダはチュアンチーワン、これが真田さんの試合前の予想通り大接戦になりました。なりましたね、はい、大変盛り上げてくれました、はい、デュースの連続に、それから、ファイナルマッチは6オールからのスタート、はい、で共に開幕戦はシングルス負けてますのでシングルスの初勝利も欲しかったですよね。そうですね、第1ゲームから第5ゲームまでですね、要所での作戦を変えずにですね、それを得点に結びつけた水谷の勝利でした。はい、そしてこの第4マッチは木下マイスター東京松平健太が、勝てば勝ち点4、そして琉球アスティーダの、丹羽幸喜が勝てば木下マイスター東京の勝ち点は3ということだったんですが、はい、まあ、松平健太が終始安定してました。そうですね、積極性がもう本当によく見られました。はい、松平が勝って木下マイスター東京4対0琉球アスティーダに勝ちました。まずは今日のここまでの全マッチのハイライトを見てみましょう。はい、まずはダブルスでスタートを切りますこの野島ツイリング、まず最初のダブルスは、そうですね、序盤はすごくいい打ち合いを展開してましたね、確かにこの台湾ペアもですね、昨日は岡山相手に、はい、まあ、勝てはしませんでしたけれどもね、高校決選手も初めてプレーをして、まあ、ある意味こう空気に馴染んできているところもありますし、はい、そういう点では相手は強い水谷、松平健太なんですがよく頑張ったとも言えますよね。そうですね、すごく噛み合ってるなと感じましたね、はい、うん、松平が前で、いろいろ、まあ、台上で細かいプレー、で水谷が、まあ、中陣後陣で動き回って、はい、まあ、その中でも最後フォアハンドでっていうのは、まあ、今日の試合は印象的でしたね、はい、まあ、水谷選手はここまでの5試合、開幕から全て、まあ、初戦の第1試合のこのダブルスに出場をまずするとこういう形をベットして取ってるわけですけれどもね、はい、そして第2試合は第2マッチはこの張本対、ソーチェン、はい、これがすごい試合になりましたね。すごかったですね、いやほんのちょっとしたところなのかもしれませんけれども、はい、張本負けていてもおかしくない試合でしたから ね、このやはり張本の勢いを、ソーチェン選手が、はい、この老快なプレーで、本当に粘り強く、戦ったという印象がありますね、はい、この出るか出ないかのボールがすごく効いてまして、今のなんかを見ると張本はバックハンドだけじゃなくてフォアでもね今の、はい、ハリパンチもうハリパンチも見ましてましたんで、ですが、まあ、ソーチェンが奇数ゲームを取る形で常にこう引っ張る感じだったんですけれども、まあ、しかしここで、まあ、2対2となって、
そしてまあビクトリーマッチ、失礼、シックスオールからのファイナルゲームという形になったわけですが、はい、ここも出だし、そうなんですよ、はい、3ポイント続けてね、ソーチェンが取って、あ、これはちょっと張本やられちゃうかなと思ったんですが、ところがここから盛り返すんですよね。で結局12対10でこのファイナルゲームを取りました、はい、で結局2対0となって、サードマッチ、ね、第3マッチがこれですね、まあ、先ほどヒーローインタビューも受けていた大島選手でありますが、はい、共に1994年生まれ、24歳、はい、こういう2人の対戦ということになって、まあ、ある意味、ライバルであることは間違いありませんが、そうですね、最初は大島がフォアハンド、強烈なボール決めてたんですけども、徐々に、庭がこうコース取りをうまくしてフォアハンドを封じてと、はい、まあ、ヒロインタビューでも言ってたように、まあ、YG サーブから、はい、こう展開を良、くしていったと、まあ、確かにあの大島の YG サーブ目立ちましたけれども、4ゲーム4アウト、庭がリードしてましたからね。あ、そうですね、はい、うん、ところがそこから大島が、まあ、逆転をしていきます。これで今2対2と並んで、ファイナルはシックスオールから、すごいラリーになっています。これで大島のポイント、結局11対9でファイナルの第5ゲームを取りました、はい、まあ、これもシックスオールからのスタートという形だったんですが、そしてこれもまた大変な試合になりました、陳慶安と水谷の試合、まあ、ただ結論から言うと、水谷がこういう形で第1ゲーム取った時はですね、はい、11対5ですから、しかもこれはまあ素直に水谷が取って、そうですね、すっきり終わるんじゃないかとそう思ったんですが、いや、ここから陳慶安粘りましたよね、はい、これ陳慶安の強さはどんなところにありますか。もう本当フォアハンドが魅力があるので、ね、本当に、まあ、それを多く出されると、はい、なかなかやっぱり水谷でも厳しい戦いになるんだなというのは、はい、で結局第4ゲームも、陳建安が取るとこういう形になりました。そうですね、本当最後のボールも、はい、これね、はい、フォアハンドでうまくストレートを引くと、3対1で陳建安が水谷を破りまして、まあ、一つなんとか返したという形には琉球なりましたけれどもね、はい、さあ、それではここでここまでの今日の試合を入れての順位表をご覧いただきましょう。それではこの全てのマッチのハイライトをご覧いただきましょう。木下マイスター東京は結局、まあ、6戦全勝ということでね、負けなしで今まで来たわけでありますが、その、まあ、最初のこのダブルス、これは、まあ、ある意味互いに乗ってるダブルスですからね、どうなるかっていうのはこれ非常に大きかったんですけれども、これを取ったのも大きかったですね。非常に大きかったと思いますね、もうこの試合を、はい、まあ、結果論ですけども、はい、琉球ペアが取っていればですね、もう十分勝つチャンスも今日はあったと思うんですよ、まあ、それだけ、まあ、ダブルスの勝敗っていうのはチームの勝敗に直結してると思います、ね、はい、まあ、特にその変な言い方ですが、勝ちそうな場面というのは十分あったんですよね。そうですね、もう先にゲームポイントを上げたりとか、はい、中盤リードし、してたりとかですね。そうなんですよね。第1ゲームを取った後、第2ゲームは結局14対12とこういうスコアで木下マイスター東京が取りまして、このダブルスまず白星スタートという形になりました。
これも2対0で競り合った中でね、取った一つの非常に大きなスタートでありますが、そしてそこからシングルスの3試合、まずエース張本登場。現在のところ個人成績ではこの野島 PDM そのトップを置いている張本選手でありますけれども、今日もまあ陳建安を向こうに回して、まあインタビューの中にありました、この前の試合というのは実はソーチエン選手との試合なんですけど、ちょっと負けそうにもなったところを勝ったしという、ね、言い方をしていましたが、今日の場合には全くそういう不安を感じさせませんでした。いかがでした？そうですね、もうサービス権を持った時に、はい、もうほとんど得点をしていましたので、もう今日はもう圧勝ですね。圧勝ですね、はい。まあ陳選手がですね、張本 の、 そのサービスにうまく対応できなかったのが、まあ、そうさせてしまったんじゃないかなと思いますね。あ、なるほどね、はい。でまあ、陳建安選手も、まあ、一旦はこう、リードするような場面もあったんですけれども、はい、まあ、結局、まあ、押し切られてしまったという形になりました。まあ、攻めの点で一番良かった点はどんなところですか？そうですね、攻めるポイントではなくて、台上の小さいボールをしっかりと攻撃してたところだと思いますね。なるほど、はい。そしてこの第3マッチは水谷対丹羽孝希という対戦でありました。でこれは第1マッチ逆転で丹羽が取りました。で第1ゲームで第2ゲーム、はい、水谷が今度は逆転で取るという形になりまして、いやどういう風な展開になるんだろうかとこう一度は思いましたけれども、そこからちょっと水谷選手らしくない感じのところもあったんですかね。そうですね、まあ、勝負どころとしては3ゲーム目のですね、8オールの場面でですね、はい、水谷選手サービス権持ってたのに2本取られてしまいまして、あ、はい、10-8 でですね、丹羽選手にゲームポイントを与えてしまった、まあ、この2本が水谷選手にとっては敗因になったと思いますね。なるほどね、はい。でこれは今第4ゲームをご覧いただいていますが、まあ、第4ゲームも丹羽が取りまして、結局3対1という形で丹羽が水谷を破りました。で一つ琉球ですれば返したというところで、はい、最後の第4マッチへある意味望みをつなぐといいますかね、まあ、琉球はその出だしとは違って11月に入ってからは、まあ、この丹羽の力もありましたけれども、いい形で、ね、展開してるんでね。そうですね、まあ、なんとなくやってやるぞっていう気持ちが、はい、伝わってきますよね、最近ではですね。まあ、ですがその後のこの第4マッチ、いや大島よく頑張りました。強かったですよね、特にこの第1ゲームは11対2でしたからね、ちょっとソーチェンが2点しか取れないっていうね、信じられないような第1ゲームでありましたが、まあ、途中、はい、競る場面もありましたけども、もう全くノーチャンスですよね。でしたね。まあ、それだけ大島選手のプレーが充実していたというところだと思うんですけども、そうですね、まあ、ですので結果的に終わってみればというと変ですけれども 3-0 という形でね、はい、大島がソーチェーンを破りました。これが今そのマッチポイントです。11対7で最後の第3ゲームを大島が取って、これで、まあ木下マイスター東京が3対1という形で勝って勝ち点3をゲットしました。それでは今日の試合のハイライトを振り返ってみましょう。まずは第1マッチ、木下マイスター東京は松平健太、田添健太ペア、琉球スティーナは丹羽孝希、有延タイムペアでした。まあ、非常に田添健太選手のプレーがですね、はい、安定してた試合ですね、はい。そしてこちら第2マッチ、琉球スティーダーチェンチェンアンと張本智和の一戦。
まあ、チェン選手も今日は第4ゲーム目少しリードして、はい、最終ゲームまで持っていけばですね、はい、チャンスがあるかなと思ったんですけども、まあ、張本選手そうはさせじとですね、はい、まあ、逆転して勝ったところは、まあ、さすがこう世界のトップの選手だなっていう感じはしましたね。はい、まあ、チェンチェン選手のアンラッキーなこう、まあ、プレーも、まあ、張本選手にありましたけれども、そこもうまくしのぎましたよね。そうですね、まあ、こういう悪い状況の中でその勝っていくっていうことは本当にもう世界一になるためにはですね、はい、必要なことですから、はい、まあ、これで張本は通算8勝目となります。まあ、大事なのは本当に、まあ、強い選手になることも大事ですけど、はい、負けない選手、どういう状況であっても負けない選手になることが大事だと思いますので、はい、まあ、今日の試合しっかり勝ったことは良かったと思いますね。はい、そして第3マッチは琉球ヤスティダ丹羽幸樹、木下マイスター東京松平健太の戦いでした。本当にカウンター対カウンターの応酬でですね、はい、もう見応えのある試合でしたね。2人のこの長いラリーもこの多くの観客を沸かせましたよね。そうですね、もうラリーありカウンターありですね、もう本当に卓球の醍醐味を思う存分見せてくれた試合でしたね。はい、お互いのこういいところが出た試合だったように思えるんですが、いかがですか。本当にその通りだと思います。もう丹羽選手もこれだけの観客の前でですね、はい、もう絶対に勝ってやろうという強い気持ちを持ってプレーしてましたね。はい、まあ、このプレーなんかも松下さんは3ポイント上げてもいいという、そうですね、そういう話を。さあ、この第3マッチは丹羽幸樹そして松平健太の戦いとなりました。まあ、もう大接戦ということで、もう結果はもうファイナルゲームまでもつれましたね。はい、まあ、本当に素晴らしい試合でしたね。はい、まあ、こういういい試合もお互いの気持ちが充実してないとですね、はい、なかなかこれだけのプレーすることはできないので、はい、まあ、両者ともですね、気持ちが充実していたんだなと思いますね。はい、まあ、この一流のプレーが間近で見れるのがこの野島 T リーグの醍醐味というところでしょうね。そうですね、そして第4マッチの戦い、琉球ヤスティーダチワンチーワン木下マイスター東京大島優也の一戦でした。さあ、この両選手も本当にお互い主導権を、まあ、どこに行くかということで攻めゲーありましたけれども、まあ、結果的には大島選手が、まあ、第1ゲーム取りました。そうですね、まあ、結果的にはその第1ゲームを、はい、まあ、取った大島選手がですね、有利に試合を進めてましたね。はい、まあ、もし第1ゲームチャン選手が取っていればまた少し状況は変わったと思うんですけど、はい、まあ、それだけ第1ゲームっていうのは勝負の行方を左右するに大きなことだと思いますね。はい、まあ、この第4マッチは3対1で木下マイスター東京の大島優也が勝ちました。このシングルス3つを取りました。ゲームカウント3対1で琉球ヤスティーダが首位を走る木下マイスター東京を下しています。さあ、それでは今日の試合のハイライトです。さあ、まず第1マッチは今日がこの T リーグデビューになりました
ユキヤスティーラ、チャン・カズヒロとジャン・ホンジェ、そして木下は田添健太、マクダーノのペアでした。さあ、この第一マッチはいかがでしたか？そうですね、ゲームの序盤はですね、木下ペアが終始いい流れを作ってたんですけども、第2ゲームですね、セブンスリーから琉球ペアが逆転したことによって、はい、まあ流れは少し琉球かなと思ったんですけども、3ゲーム目9セブンでリードしてたところをですね、まああともう一歩と、まあ、いうところでしたね。はい、まあ、今日がこの T リーグデビューのチャン・カズヒロの、まあ、奮闘もありまして、第2ゲームはデュースの末取りましたよね。そうですね、まあ、琉球ペアですね、ダブルスの勝率が悪いですから、はい、まあ、どこかでやはりその定着したダブルスが必要ですね。はい、まあ、チャンの鉄壁のブロックも光りました。第1マッチは2対1で木下マイスター東京が取りました。もう第1マッチから手に汗握るそんな試合がありました。さあ、第2マッチはシングルス、琉球がチワンチーワン、木下マイスター東京がこちら田添響の戦いとなりました。この田添響も、まあ、今日がデビュー戦ということもありまして、はい、まあ、緊張もあるかなと思ったんですが、非常に若々しいプレーがありましたね。そうですね、時折いいプレーを見せてましたね。はい、まあ、しかしこのベテランのチワンチーワンの前にことごとく返されていきます。まあ、2ゲーム目以降ですね、終始チャン・チュアンのペースでしたね。はい、まあ、このあたりはですね、技術的な問題ではなくてその戦術面の問題だと思いますので、まあ、このあたりを田添選手、経験をたくさん積んでですね、勝てる選手になってほしいなと思いますね。第1ゲームは11対6、第2ゲームは11対7、そして第3ゲームは11対8でチュアン・チーワンが取りました。この長いラリーもありますけれども、まあ、このラリーに対してお客さんも歓声で応えます。まあ、この37歳と22歳のこの、まあ、年齢差は関係ありませんけれども、ただ非常にこの将来を期待させるようなそんな試合もありましたね。そうですね、まだまだこれからだと思いますね。そして今日の第3マッチは琉球が有延タイブ、そして木下が大島優也の一戦となりました。さあ、この第3ゲーム、第3マッチ、この有延大島の戦いはいかがだったでしょうか？そうですね、第1ゲーム目は有延選手取ってですね、第2ゲーム目は大島選手取り返したんですけども、はい、まあ、ここで大島選手の流れになるかなと思ったんですけども、まあ、今日の有延選手ですね、非常に気合が入ってまして、はい、第3ゲーム目からはですね、さらにそのギアをその変えてですね、足が非常に動いてましたね。はい、まあ、その運動量に対してこの大島も、まあ、自分のプレーがこうできず、この有延のガッツポーズのシーンも増えました。まあ、本人も初勝利を挙げたということで、はい、少しホッとしてると思うんですよね。はい、第3マッチは3対1で有延が取りました。そしてこの第4マッチ、琉球がチェ・チェンアン、そして木下が張本智和の一戦。この序盤から、まあ、もちろん一球一球気の抜けないプレーもありましたけれども、はい、ただこう第1ゲーム第2ゲームとこのチェンも非常にプレーが良かったですよね。そうですね、特に張本選手のサービスに対してですね、うまくレシーブしてましたね。まあ、それと、カウンター攻撃ですね、まあ、特にバックストレートが非常に得意なんですけども、いい場面でそれが決まってましたね。はい、まあ、このチェンもミスをせずこう決めるときにこう決める。いや、しかし第4ゲーム目ですね、8-3 でチェン・チェンアンがリードしたときは、はい、もうこのまま勝つかなと思ったんですけども、まあ、そこを逆転するところはですね、はい、まあ、張本選手やはりただものではないなと思いますね。まあ、第1ゲーム第2ゲームこのチェンが取っていきますが、しかしこの張本が第3ゲーム第4ゲームまで取ります。そして迎えたファイナル、
これでチェンがこの張本に対して初勝利を挙げました。この勝利で琉球のこの木下に対しての初勝利までも手中に収めました。それでは今日の琉球アスティーレと木下マイスター東京のハイライトをご覧いただきましょう。まず第1マッチはダブルスからでした。琉球アスティーレがチュアン・チーワン・チャン・カズヒロペア、木下マイスター東京が水谷・大島ペアとなりました。まあ、この琉球としてはまあベテランコンビ、そして木下としては勢いのあるこう水谷と大島ペアの組み合わせとなりましたが、この第一マッチいかがでしょうか。そうですね、もう水谷ペアはですね、あの非常に安定したコンビネーションの良いプレー内容だと思いましたね。まあ、一方琉球ペアはですね、あのなかなかこう攻め手に変えていまして、まあ、あの消極的なプレーになってしまったのは少しあの残念でしたね。はい。そして第2マッチのシングルスは琉球がチェンチェン、木下が張本智和の一戦となりました。まあ、この第2マッチも、まあ、第1ゲームは張本が取りますが、ただ第2ゲームに入りますとチェンのペースになって第2ゲームをチェンが取ります。まあ、この非常にこう第2マッチも接戦だったわけですね。そうですね、内容的には非常に締まった試合でしたね。そして第3マッチは琉球アスティーラアリノブタイムと木下マイスター東京水谷隼の一戦。まあ、このアリノブも、まあ、水谷の姿も背景に浮かべながらプレッシャーも感じながらのプレーだったと思いますが、いいプレーもたくさんありましたね。そうですね、まあ攻撃をしてその得たあのポイントの数はもしかしたら有信選手の方が多かったかもしれないですね。はい。まあ、ちょっとしたその大事な場面でのそのボンミスによって、まあ、あのなかなかこう勝つことができませんでしたね。まあ、さすが水谷という試合展開でした。第3マッチは3対0で水谷が取っています。そしてこの第4マッチ、琉球がチュアン・チーワン、そして木下マイスター東京は宝永町の対戦となりました。まあ、この試合もお互いこう年齢も近いということもありましてベテランの2人の対決になりましたが、いかがでしょうか。そうですね、もう本当こう力対力っていうよりももうお互いにその作戦を常に考えながら、まあ、それと同時にその、あの駆け引きですね、状況によっての、はい。まあ、そういう試合ぶりを見ることができましたね。それでは今日の試合を振り返ります。まず第1マッチは木下マイスター東京は田添健太大島優也のペア、対します琉球アスリートはチャン・ホンジェ福原愛さんのご主人です。そしてチャン・カズヒロ中国出身の青森山田高校出身ベテラン33歳のチャンとそして29歳のジャンの、ね、ベテランコンビが味のある卓球を見せてくれました。はい、そうですね、チャン選手のプレーが光りましたね。はい。ダブルスを得意とする田添健太と大島優也を、ね、破ってここで勢いに乗りましたね。はい。そして第2マッチには世界ランキング4位の張本智和登場、そしてアリノブタイムワールドランキングは289位ですが、いや本当に張本に対して真っ向勝負できましたね。はい、特にあのアリノブ選手のフォアハンドはですね、はい、前陣でありながらですね、左足をしっかり踏み込んでですね、はい、もう全体重ボールにかけましたよね。さすがに張本選手もそれ返せなかったですよね。そして今のそのサーブから工夫して相手を崩して張本のペースをつかまないようにつかませないようにしていったアリノブ。アリノブがゲームカウント3対1で張本を破って、まあ、前半第1第2マッチで2マッチリードで第3マッチ台湾のエースチュアン・チー・ユアンとそして中国出身カナダ国籍の新加入選手ホウ・エイチョウとの戦い、まあ、カットマンのホウ・エイチョウに対してこれも、はい、まあ、本当にベテラン同士の戦い見応えありましたね。そうですね、もともとチュアン選手はカット打ちの名人ですからね、はい、なかなか取りこぼさないですよね。もう一番やっぱりすごいのはミスをしないですよね。37歳のチュアン・チー・ユアンが38歳のコウ・エイチョウを破りました。そして第4マッチ
台湾のチェン・チェンアンと第1マッチダブルスも登場した大島優也との戦いでした。まあこれも本当にゲームカウント3対1とはなりましたけども、はい、高島さん、はい、大島にもこのマッチ取るチャンスは何度もありましたね。ありましたね、はい、やはりあの後半あのチェン選手のあのフォアハンドは全部大島のバックに来ましたよね、はい、バックを封じられましたのでね、厳しかったと思いますね。まあ、ご覧のように第4マッチ大島をチェン・チェンアンが破ってチームマッチカウント4対0で琉球アスティーダが勝ちました。これでご覧のような順位は変わりませんけども、琉球アスティーダ